よし、頑張って合格するぞ。問1、雷魔法で敵全体に攻撃するときに必要な相手との距離とは。距離。よし、時間がもったいないから飛ばそう。次。問2、回復魔法を覚えられる属性は何種類あるか。ほう。最初は難しい問題でビビらせる魂胆ですね。飛ばして、次。もう問題がない。全然解けない。すごく簡単だったもんさ。なんかカンニングされてる気がするもんさ。そこまで。回収します。受験者は外で待機してください。終わっただもんさ。クリスはできたもんさ。はい、多分できたと思います。合格者だけが二次試験に進めるのですね。結果発表。受験者数50名のうち一次試験合格者は36名。この部屋での合格者はドキドキだもんさ。きっとおめでとう。やっただもんさ。以上。え、落ちた。クリスが落ちたもんさ。どうしよう。